こんにちは、こんばんは、ゲーム動画の伊藤です。久しぶりにちゃんたまやっていこう。リーチです。早い。降りましょう。これと南と降りた方がいいな。あ、当たった。あ、リさん、ジャンコか。捨てとこ。あ、いいですね。どんどん捨てていこう。まだないな。リ
リーチです。なんでこんな早いんだ相手。リーチ、そんなこと言った。これかな。ロン、嘘だ、こっちがロンか。残5200かを相手親だから。今のは事故だな。気配の方が安全らしいな、こういう時は。人が来ているけど、うん、あ、何もいらんわ。これは大丈夫でしょう。これドラだったんだ。でもいらんよね。だ。うちが入れ替わった。さあ、うちの親ですね。早いことゴールしましょう。てか結構ハイパイがいい。もういいシャンテンじゃないのこれ。程度点数はいるけどな。ある程度もう形できたから。ないよ、なんでこの組打ちしちゃってんじゃん。
なんで開けるんだ。これは赤いな、アンテナ。でも行くしかない。オストータ。捨てていこう。なんか無駄かもね。捨てるからセーフやろ。全然なんかもはや来ないとこうか。相手が追い上げてるな。うん、これどんどん捨てていこう。こっちは危ないけどね。トン、相手トンかもし、こちらがトンかもしれないよ。乾杯だ。トンちょっとうさんくさいなって、ね、そう来いってね。どういう意味なんだ。乾杯。もう枚数がない。ハクも怪しい。ハクはセーフ。トンもう出てるからね。トン安牌だった。あ、ツモです。何5万円あ、トップ確定させたのかったのか。おかげさまでボロボロ勝つことができました。あんなみんなリーチ早かったんだろう。普通な、あれ、ありかな。な、
です。いいな。懐かしい。いつだって怪しいぐらいなのに。うわ、手を変えないといけないかもしれない、状況によっては。だから鉢捨てたんだけど、みんなが引っかかってるから自分だけが損してるわけじゃないけどね。うちが出ないねこれ。見込みがないからもう捨てていくしかないよね。今日は捨ててよかったかもね。チュンは1枚、ハツも1枚か。2枚出たらもうチャンスないのは明白だが、厳しいな。1,2,3,4,5 テンパった。2と5だ。来い来い来い。5は 1枚出てんな。あ、ローン。ロンニャ。ドラが3、ドラ3だからな。7,700。おっしゃ、トップ。風ではない。
ファイブか。服がもう1枚出てるよね。怖いな。将来的にあのこの牌が危険牌になる危険性があるから先に振り込んどこう。じゃあ自分しか出してないのか。効果なんと嘘やろ。は箱になった。嘘、国士出ちゃったよ。びっくりした。ラストかな。
ちょっとやっぱハイパーは厳しいと思う。もう防御的にもこれは出そう。あ、よーしよしよしよし。初安牌じゃん。危ないけど、セーフ通った。ロンニャ。ここが上がり、向こうが上がりか。オーラスでこちらが親なんだな。気がつけば早く上がりに行った方がいいな。ならばドラとかこだわらずに。
パワーがお上がりになる危険性がある。あとこ先に。頭ができたことにもなるな。もう初いらんわ。初捨てましょう。捨ててるのに、流れが嫌なことになる可能性もあるな。本です。タイヤオだな。いいじゃないですか。ジーニャ。ツモ、ごめんなさいね。吐くの。親でもないのに。なんでこいつ感するよく感するんだ。失敗だ。残しといた方が良かったか。頭になったからな。もう点差がそんなにないから、チェンで抜いてもいいぐらい。わあ、いいね。3万。白髪。捨てざるを得ないんだよな。パーソー2回捨ててるから。あ、いいですね。
え、これダメ。いや、ダメじゃないよ、筋だから。サバアンパイなんだよな。これも筋だけどな。残りのアイスが少ないな、ちょっと。相手やっぱりうまいな、マケさん。ロン。サバイバル杯か。何にもできない。やばい。え、何これ。おかしいな、この人。国士無効に風邪枠なんて何なんだ、一体。この順位いるんだ。ということで、2位3位だったか。4位、2位、3位。速さにやっぱり勝ててますね、このスタイルだと。スピードがな、弱いからな。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画の一方でした。カドラとかの方が圧倒的多いな。